我々は、つまつりの、広報担当として、ついに公のお仕事をやりだしたんです、はい、ということで我々もこの祭りの全体を説明していこうと思っております、はいはい、もうなぜか渋谷かっていうくらい人いるとすごいな、三重県歩いててこんなに進まんことないもんな。ないないない。カフェの通りはすごいな。そうやな、出し物通りやで、ずっとこれが塗り歩いていくわけやな。回転なく来るからな。そうや、あのフードコート、あのつ焼きそばや、あのつ焼きそば、三重県の老舗洋食店伝統の味、ブラックカレー、美味しいな。やっぱこうお祭りに来て食べるご飯っていうのは7割増しぐらいでうまいからな。違う、イベントごとが何をやってんのかっていうのをいろいろ見ていこうだな。おい、イベントを紹介するっつって、実はこれ2日目や、はい、なんとつまつりっていうのは前夜祭っていうのがあって、はい、1日目と2日目という3日構成でやってる、うん、3日構成でやるなんて、もあれは甲子園大会ぐらいのもんや。甲子園めっちゃやるけどな。え、あれ3日でやるんじゃないの？2週間以上やるけどな。3日でギュッてやるから問題やってんじゃん。1日何試合やるのよ。でもこの2日目はいろんなパレードとか、出し物とかが充実しているんだ。はいはい。ということで今日はそれを紹介していきたいと思うんやけど、まず見てもらうのがパレードです。パレード。パレード。あのな、この三重県の大通り23号線をざっとこう交通規制してるのな今で、見た先の人がちょっと溜まってるとこ、はいはい、あそこでパレードするらしい。その映像を捉えようではないか、何やらな、今日伊勢祭りっていうのもやっててな、ほう、そっちもパレードやるらしい。そっちもパレードすごいよね。そのパレードはな、なんとディズニーパレードがあるらしい。ディズニー負けず劣らず。こっちもそう、ディズニーは言うてあれや、東京ディズニーランドで見れるんや。まあ確かに、こっちはここでしか見れへんわ。確かに。それを見せてやな、生で見たいと思ってもらえればこんな素晴らしいことないわけや、ということで早速そのパレードの様子を見に行こうでは、はい。いや、こんな風に街中をパレードでよさこいが踊るんやな。そうやな、踊りながら進んでいくわけやな。あの、気遣って撮らんかったけど、中学校とか小学校の吹奏楽部のパレードもあったけど、親御さんがな、列をなしてもうついていくんだな。大名行列みたいになってたよな。こうよさこいと民芸もあるらしいな。だからまあ伝統芸能みたいなやつもそれの後にまた来るって、それを一堂に見れるわけやから。そうやな、ディズニーはディズニーしか見れへんからこっちの勝ちってことでいいな。そうやな、ここは年1回しか見れへんからな。ディズニーは毎日見れるから。さっきのは鈴鹿っぽかったな。そうやな、全国から来てはいるけど、こう三重県に特化したとこっていうのもあるんだな。まあそうやな。いや、見たな、すげえよ、もう音と踊りと。音がいいということは割れてる、確かに、可能性が、まあいろいろ見させても、まあでもな、これ今分かりにくいけど猛烈な雨やね。あいにくの雨模様になっちゃってね。まあでもそれにも負けずの演舞やったから、そうやな、演舞で合ってるよな。合ってるこういう風に毎年大パレードが行われてるようやから、はい、他のやつも、他のイベントやるかどうかわからんけど、他のイベントも紹介できたしよ、次のイベント行こうか。はい、次のイベントはな、あの津芸能絵巻ってやつや。こんなに雨は降っているがやるそうだ。せっかくだから見よう。で、こう振ってもらうと、
あれがな、和船の出汁らしいぞ。あれがなんかこう、あれらしいわ。なんやっけ目玉、うん、うん、見たいよ。見に行こうか。あのつまるらしいぞ、あのつまる。こう、もう傘であんまよく見えへんな。まあ、雨が降ってもこうやって見に来たい。まあ、目玉やからな、これがな。見えるかな。こう、船の形をしてるわけや。この一角だけなんやな、でも。雨降ってなかったら、なんかいろんな出汁が出てくるはずやったらしいんやけどな。今日は残念ながら雨ということで、並ぶはずやったんやけど、こういう状況になってしまってると。このあのつまるだけだな。あ、ちなみにあの今回はな、あのゲストとして SKE の須田あかりさんが来てるそうや。完全に撮れへんから撮らへんけど、今あそこにおるらしいぞ乗ってるらしいわ。ということで残念ということで、別のイベント手筒花火をやるらしいから、もうそっちに向かっていきましょう。おー、岩石か。昨日はなかった。これあれやな、角物がいっぱい並んでるブースないか。いろいろ見ようや。こう東洋軒っていうのも普通にあるお店なんやぞ。全然見えてないやろうな、完全雨やから。で、これ真珠の貝柱焼きや。真珠といえば三重県やからな。こっち側もあるみたいだぞ、岩石くん。あ、ほらほらほら、こっちも三重県のが並んでるぞ。お、お目に三杉のお茶、この角おぼろタオルとかな。お、五平餅、五平餅な。で、伊勢茶のお店とか、三杉のお弁当、よもぎ餅やってよ。で、お天ぷらとかも、ハンバーグ専門店のハンバーグ、これも角のお店のやつやな。で、つぎょうた、さっきのつぎょうたや。なんか買ってっか、せっかくやからな、うん、いくつか見つくろって買っていこう。よし、控え室や。もうな、外でなんか食えへんねん。ドア目や、ドア目見ろ、うねうねや。帰れ。え、いいのいいけど、まあそんな避難されへんか、うん、君やしな、うん、ということで、いろいろ選んできましたよ。まずはな、定番や定番、つぎょうたや。で、これ何、これがたこ焼き店っていう。あー、どこのお店のやつ知らん。まず、あ、そこが大事なんやでそういうとこやぞ君。あー、そう、その辺のあ、要は三重物産の方に並んでたやつやな。そうそうそう。で、これがな、三重県といえばや。なんかわかる。え、ニンニク。これな、真珠の貝柱串やで。こんなん絶対食べられへん。こういう形なんやな。と、おい、おしゃれすぎるやろ。東洋軒のブラックカレーパン。はい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 。で、これがな、なんかな、頼む時ですら見ながら言えへんかったやつ下に出てるわ。おう、うん、あの見ながらすら言えへんから、それじゃ絶対言えへんのやつ。まあどれからいく。まず貝柱串やろ。そうやな。じゃあいただきます、はい、うわ、うん、思ってるより硬いな、うん、ホタテとは全然違うわ、うん、いや、すごい貝の風味するぞ、うん、磯の香りや。で、これが君があのお店の名前忘れた。タコ店、タコ焼き店。タコ焼き店な。タコ焼き店って形だけなのか、たこ焼き要素。そうそう、たこ焼きの味がするのかどうかやな、まあ、確かにたこ焼きっぽい丸い感じはするけど、でも匂いな、紅生姜があるからたこ焼きっぽいぞ。うん、たこ焼きっぽい。いただきます。な、たこ焼きっぽいぞ。うん、ぽいな。ネギも入っとる。へえ。なんかこれあれや、炭水化物じゃないわけや、うん、小麦じゃなくて練り物なわけや、うん、ローカーブ。確かに、うん、いいかもしれん。次どうする。カレーパン行くか。カレーパンする。焼き目カレーパンにしいな、うん、俺あの見ながらでも読めんかったやつにするから同じところで売ってたからさ。あ、こんなんなんやめて。強さみたい確かに割ってみるか。揚げピザみたいな感じだから。そうやな。あ、そうや、ほら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 。あ、でもちょっと甘めのスイートな匂いがする。マジで。うん。あ、黒いわ。黒い、もう真っ黒。昨日食ったやつやな。そうやな。じゃあいただきます。めっめっちゃトマトやね。マジで、うん、バジルかな、うん、の香りがピザ感を出してる。美味しいよ。カレーパンもいただきます。じゃあ昨日のカレー、味は昨日のカレー。うん、やっぱちょっと甘いぞ。そうやね、味噌やってこれ。いや、と思うねんけどな絶対隠し味味噌やってじゃあ最後、次はさ、学校給食から生まれたご当地グルメらしいぞ、うん、でかい揚げ餃子。これがうまいんだけどな。なんか季節して三重県ブース、寿司やろな、寿司ブースやろな、うん、寿司ブースのものを紹介できたところでイベントに戻ろう。手筒花火があるそこだから、うん、それを見よう。まあ、最悪君が手筒花火のこの下のところに寝転んでさドーンってなんだよ最後いや、だからドーンやろうよ。何もよくよし、じゃあ行くか。
大瀬くん、いよいよ鉄筒花火の場所に来たぞ、うん、これから鉄筒花火を見てもらうけども、ご覧の通り真っ暗い、はい、我々のことを忘れて、はい、鉄筒花火だけ見てもらおう。そうやな、花火メインやから。そうや、じゃあ早速始まるから、うん、見ていこう。よし、あっしゃい、あっしゃい、あっしゃい、びっくりした。マイク壊れてないかな。ありがとうございます。続いては、手術花火3本です。あっしゃい！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 3本ともなるとこっちまでちょっとあったかいな。そうやな。皆さんにご覧いただいているこの手筒花火は市販されているものではありません。手筒花火はその危険性ゆえ、上げ手が製作から上げるまで全て責任を持って行うのが掟になっています。もし万が一何か事故が起こったとしても、それも全て自分の責任なので。なんか手筒花火っていうのは人生みたいなもんだよな。自己責任。それではこのまま続けてまいりたいと思います。自己責任ではあるわな。続いては施術4本4本の火柱の迫力をお楽しみをいただきたいと思います。ワッシャイワッシャイワッシャイ。いやでもこれ自分で作ってやるっちゅうのは世の中でビクビクやろな。すごいよな。万が一や、うん、試すってことができるから。皆さん雨の中を本当にありがとうございます。最後は美杉テルツ会全員での手持ち両館日光園です。作新学院の生徒数ぐらい並ぶ。それすんごいことになるよ。えぐいぐらい明るかったな、はい、うん、すごい。ありがとうございました。いや、これが手筒花火か。うん、来年やるか。いや、俺はやらん、君が作るとっからやろ。作るとっから無理やって。どうやった手筒花火。いや大迫力。来年君あのだからさ、ボンってなるところのさ、いや、ほんまにあかんのよ。5回ぐらいやったら大丈夫やろ。爆破する火薬っつってんねんから。爆破するか、リアか。爆発するのはリア充だけでいいのよ。これで我々の紹介する全国展が終わりました。つまつり広報としての仕事も、つまつり公式 YouTube チャンネルの方にね、うん、まあ我々出ないんですけど、はい、紹介の模試料映像みたいな動画を上げてますから、うん、はい、そちらの方にも行っていただいてね、つまつりの雰囲気も感じてほしいし、うん、我々が何してたかっていうのもね、そうやな、働いてたよっていうのをちゃんと分かってもらいたいなと思っております、はい、ということでこの動画を見て来年のつまつりね、うん、来たいと思ってもらえれば、はい、紅葉としての仕事としては最高やったんじゃないかなと思いますから、うん、ぜひこのチャンネル見て来年のつまつり楽しんでいただければと思っております、うん、それでは来年のつまつりでお会いしましょう。はい、ということで我々初のお仕事と言ったらいいのかな。そうやな、公のお仕事ということで、うん、つまつりの広報担当としてつまつりを紹介させてもらいました。我々も知らないいろんなつまつりを見せられたんじゃないかな、うん、つまつりに興味を持ったよという人は小山ちゃんという動画をぜひよろしくお願いします。まずはこの辺で失礼します。ありがとうございました。